事故があったのは札幌中央区南十五条西一丁目付近で中島公園近くの市道上です。午前9時ごろ、道路を中島公園側に歩いて渡っていた70代から80代くらいの高齢の男性が南方向に走っていた乗用車にはねられました。男性は意識不明で病院に搬送されています。現場は片側2車線のほぼ直線の道路で、横断歩道はありませんでした。警察は乗用車を運転していた30代の女性から話を聞き、事故の原因を調べています。